いらっしゃいませ。一番安い物件どれ？え？この店で扱ってる一番安い物件出して。かしこまりました。本当にいいんですか？あ？何が？いや、ここで。なんで？お前を紹介したんだ。いや、まあそうですけど。冗談半分っていうか、本当に住むのかなって。住むよ。当たり前じゃん。いや、確かに築5年で内装も綺麗ですよ。部屋も広いし、風呂トイレ別だし、駅も近くて立地もいい。これだけの条件で5000円っていうのは、まあ他探してもないと思いますけど。ああ、都内で5000円なんてそりゃ他じゃありえねえな。いや、ですけど、つまりそれぐらいやばいってことですよ。なんだよ、お前。不動産が住んでほしいんじゃねえのかよ。それはそうなんですけど。でも5人ですよ。5人。1年間で5人もの人が引っ越してる。ありえないんですよ、こんな数字。でも全員生きてんだろ。いや、まあそうですけど、でもその逃げ同然っていうか、荷物もそのままで。まあ生きてんならいいじゃん。うん。まあ、それは、過去に死んだ数は1人です。若い女性が飛び降り自殺で。あ、でもそれは前のアパートなんで。今のマンションでは誰も死んでないです。そのアパートと同じ場所に建てたってわけか。まあ、それは。はい、そうです。うん。まあいいや、わかった。本当に住むんですか？なんだよ、うるせえな。住むよ。悪いから。いや、別に。あ、これ鍵です。ああ。ご要望通り。前の方の家具家電をそのままにしてありますから。ああ、悪いや。なんでそこまでこのマンションにこだわるんですか？別にこのマンションにこだわってるわけじゃねえ。ただ金ねえんだよ。借金もあるし。ああ。それで？ああ。いや、これ、そんなやべえんなら1000円とかになんねえよ。いや、私はこれで。んだよ、あいつ。まあ、いっか。おお。意外と綺麗じゃん。家具家電もあるし。掃除をしてくれてんだな。意外といいぜ。これや。テレビもあんじゃん。わ、久々に見たこの人。変わったな、顔。出ていけ。この部屋から出ていけ。サムラクがお前を呪う。でもやっぱおもろいよな、この人。これ以上ここに居続けるなら、お前を八つ裂きにして。あの。いや、うるせえよ、今テレビ見てるから。もうちょいボリューム下げて。ここから出ていかねば、お前を呪い殺す。おい。何、うるせえってお前。いや。嫌じゃなくて、うるせえんだって。え、わかんない今テレビ見てるの。え、もしかして私に言ってる？いや、お前だろ、他に誰がいいんだよ。てか俺今日契約したばっかだから。出てきたから無理だし、普通に。なんで？なんで普通に喋ってんの？ああ、いや、私が見えた時点で正気を保てないはずなの。いや、それ中二病かよ。何？あと、ちょっと暗いわ、お前。え？え？なんで？あ、これで見やすくなった。何？あんた何言ってなんだよ。こんなのありえない。もしかして人間じゃない？おい、失礼だろ。そっちが言う。じゃあなんで？陰陽師なの俺。陰陽師？いいな、ちょっと静かにしてくれよ。テレビ見てんだろ。あ、陰陽師なら殺す。んだよ、面白いのやってねえじゃん。知らねえ番号。はい。あ、もしもし、上白さんですか？誰お前。不動産の。不動産？ああ、メガネの。ああ、まあ、はい、メガネの。ああ。で、何？生きてますか、上白さん。生きてるよ。獅子もげたりしてないですか？してねえよ。なんだお前。もう切るぞ。あ、待って。待ってで動かす。なんだよ。いや、言い忘れてたんですけど、神代さんにはお祓いに行ってもらわねばならないのです。は？いや、神
神代さんが住んでるところかなりヤバい物件なんで、契約した人には必ず神社でお祓いをしてもらってるのです。お祓い？いや、いいよ別に。いや、そういうわけにはいきますまい。いいんですか？もしお祓いしなかったら神代さんの身に何が起こるかわかりませんよ。でも結局全員引っ越してんじゃん。うん、意味ねえじゃん、お祓い。とにかくお願いしますね。場所 LINE しておきましたから。いや、だから行かねえって。お祓いしてくれないとそこ住めないですからね。ほんと、できるだけ早く。では。だよ、めんどくせえ。白森神社は1時間もかかんじゃん。あー疲れた。この電車で最後か。一駅。あ、終点すぐじゃん。お、誰もいねえ。平日にわざわざ神社なんて行かねえよな。で、なんでお前がいるわけ？何が？いや、何がじゃなくて、なんでついてきてんの？どうでもいいでしょ。いや、よくないでしょ。全然どうでもよくないでしょ。いや、迷惑なんだけど、普通に。何をお前。いや、あてのストーカー？うるさい。はあ、こいつ。え、俺がおかしい。俺がおかしいよ。これ。いや、ついていくんなっつってんのよ。私の勝手でしょ。いや、そんなことねえから。人間界にはプライバシーってもんがあったら。てか、そもそも、なんで出れるわけよ、お前。なんで？いや、お前、あの部屋についてる系じゃねえの。聞いたことねえんだよ。自由に歩き回るやつとか。別にあんたに関係ないじゃん。いや、大ありだっつうの。気になってしょうがねえんだよ。ならさっさとあの部屋から出てって。はっ、やだね。俺、人に指図されるのが一番嫌いなんだ。金もねえし、意地でも済んでやる。どうなっても知らないから。あ？別に。だよ、かわいく。ああ、あとお前、昨日みたいに攻撃してくんだよ。うぜえから。しない。意味ないし、本名し。なら、殺す。なんで？もういい。ほんと。何こいつ。ん？メガネ？まっか。なんだよ。あ、神代さん生きてますか？用件は。いや、さっき言い忘れちゃったんですけど、白森神社行きの電車土日しか出てないんですよ。あ？土日。あ、あと祝日とかも。なんで平日だと電車が出てないんですよね。いや、もう向かってるけど。え？今ですか？ああ。素晴らしい行動力ですね。うるせえ。でも、じゃあ誠申し訳ないこと。いや、てか乗ったけど、電車。え？だから。白森行きの電車、もう乗った。もうちょいで着くわ。いい。電車、ありました。ああ。あり？欲しい。てかさ、あい。いや、これ電車賃って負担してくれんの？往復で結構かかるんだけど。あ、それは、はい、大丈夫です。そう、じゃあいいや。あ、ちょっと。まあ、いっか。おかしい。あ？駅に着くまで長すぎる。神代さんにはお祓いに行ってもらわねばならないのです。お祓い？あー疲れた。この電車で最後か。おかしい。あ？駅に着くまで長すぎる。は？駅前はこんなに長くなかった。いや、別にそんなことねえだろ。てか、なんでお前はそんなこと知ってんだよ。何回か来たことある。やっぱ意味ねえじゃん、お祓い。本人来ちゃってんだから。いつも5分ぐらいで着くはず。いや、気のせいなんじゃねえの、5分10分。なん。ああ、あれじゃん。白森神社行く前。はっ、だから行ったろ。霊体にも気のせいってもんがあんだな。面白いよ、ほんと。
通り過ぎたぞ。え、あれじゃねえの駅。何個もある感じ。いや、あれだと思う。じゃあなんで止まんねえんだよ。知らない。てか、よく考えたらありえねえぞ。何か。いや、あそこ終点だぞ。なんで走り続けてんだ。はい、もしもし、元気不動産のメガネ。あ、亀代さん、着きました。いや、通り過ぎた。ん？だから、神社通り過ぎたんだっつ。いや、それはありえないですよ、亀代さん。白森神社終点なんで、通り過ぎるってのはないと思いますけど。でも走ってんだよ、まだ。本当にそれ、電車合ってます？あ？いや、だって白森神社より先に線路なんてないですけど。とにかく、着いた駅通り。あれ？切れちゃった。県外？なあ、お前なんか。なんだよ。あそこ、駅が見える。あれ、出ない。電源切れちゃったのかな？うん、おちょこちょいめ。うん、ごちそうになります。止まった。アナウンスとかもねえじゃん。ねえ、出ない方がいい。ああ、そんなこと言ってらんねえだろ。あんま金ねえんだよ。これ以上先行くと困る。誰もいねえ。あ、なんで夜になってんだよ。あれ、出たの昼じゃなかったっけ。あ、電源切れてる。なんだよ。これ、キサラギ駅。聞いたことねえな。なんか暗くねえ、ここ。どこ行くの？あ？外だよ、外。置いたってしょうがねえだろ。変に動かない方がいい。なんでだよ。嫌な感じがする。そう。俺は別にしねえ。ちょっ。商店街？なんか寂れてんな。誰もいねえじゃん。すいません。すいません。見て。あ？それ。食べ物が腐ってる。全部そう。錆びれてるっていうか、なんか。長い間誰も来てねえって感じだ。やっぱ戻った方が。なんか聞こえる。すの音。あそこ。誰かいる。キサラギ駅。聞いたことねえな。あそこ。誰かいる。あの、すいません。都心の方戻りたいんですけど。なんか、親切に道を教えてくれる感じじゃねえな。キサラギ駅は魂が積もる場所。あるのは入り口のみ、出口はなし。一度入ったら魂を捧げるまでさまようの。そう。悪いが俺無宗教なんだよ。そういうの信じてねえんだ。女を渡せ。さすれば夜明けは近い。は？さあ、こちらへ。さあ。いや。さあ。うるせえよ。変態かよ。よいしょ。なあ、そろそろ話してくんね。え、お前。なんか隠してんだろ。カミシロさん。もしもーし。カミシロさん。もしもーし。俺が家系的にかなり特殊なのは理解してる。いや、こんなの初めてだよ。状況から見る。ここは現世と常世の挟まったとこだ。時空の溝にはまり時が止まってる空間。そういう場所に偶然落ちちまうってのは一般人でもたまにある。が、お前は最初からおかしかった。明らかにここが現世じゃないことを見抜いてた。そして危険が迫ってること。なぜ？それは、私が幽霊だから。なんて通用すると思うなよ。おい、話せ。お前は何を知ってる？この場所は知らない。けど、
時間的にそろそろだったから。時間？私、変なものとか場所を引きつけるみたい。普段はそんなことないんだけど、時間が経つと。でもここまでの初めてで。特殊体質か。だからなおさら部屋に閉じこもっとけばいいじゃねえか。私だってそうしたい。でもできない。なんでだ。あんたが外に出るから。は？私、あの部屋と契約した人から出距離離れられなくなる。離れられない。住んでる人がコンビニに行くと私も行かなくちゃいけない。なんだそれ。私だってわからない。お前が白森神社のことを知ってたのは前の住人についてきたからか。そう。なら逆だったわけだ。え？お前が住人を追い出してたのはお前のためじゃなく住人のためだったと。まあそりゃこんな状況に何回も遭遇するんなら命がいくつあっても足りねえわな。そう。だからさっさとあんた、キサラユウキは魂を集う場所。魂よ魂よ。ねえ、やばいよ、逃げた方が。魂よ魂よ。わかった。え、俺がお前を守ってやるよ。いや、それどころじゃ。魂よ。お前を守ってやる。狙われてんだろ、こういう奴らには。あんた体質からこういうの慣れてるし。つっても別に何もしてないけど。なんで？あ？なんでそこまでしてくれる？困るんだよ。あれがいなくなったら事故物件じゃなくなんだろ。え、そしたら家賃安くなんねえじゃねえ。え、そういう。よし、帰るぞ。つっても、どうやって帰るんだよ。この駅マジで電車来んの？誰もいねえし。富次郎さーん。富次郎さーん。あ？映画。大丈夫ですか？ほんま。なんでこんなとこいんだよ。いや、電話繋がらなかったんで、心配で。おぉ。ナイス行動力。あざます。で、何できたんだよ。車です、そこに。おう、そうか。じゃあ帰るか。はい。あ、どこだ。あれ、何してたんだっけ俺。おい。あ、貴様、なぜこのような場所にいる。いや、なぜっていうか、貴様のような罪人に自由などあると思うんだよ。罪人？おい、どうした？あ？で、こんなとこに罪人がいんだよ。知らん。どうやら迷子だそうだ。おい、さっきからなんだてめえら。人のこと罪人罪人って。こっちは前なんだついてねえんだよ。あ？だこいつ。もしかして記憶飛んでんじゃねえの？みたいだ。いいか罪人よっ聞け。お前は死んだんだよ。死んで地獄に落ちたんだ。地獄？地獄さ。ここは天国に見えんのか？おい、ここは灼熱の荒れ地。草木は実らず生命が存在しない死の荒野。本来ここに罪人が来ることはない。が、たまに記憶をなくした者がこの荒野をさまようことがある。らしい。らしい？実例がなかったからな。あくまで噂程度だ。少なくともここ数百年は見てない。じゃあなんだ。俺は100年ぶりのイレギュラーってわけか。そういうことだ。そしてそれは大変喜ばしいことでもある。景品でも出んのかよ。言い伝えには続きがあってな。この荒野をさまよってる罪人を見つけた場合、その罪人の処遇は見つけた鬼に委ねるものとする。この場合は俺たちだよな。まあ厳密には俺だがな。硬いこと言うなよ、エッキー。こういうのは訳あもんだろうが。貴様がそれを言うのか。歓迎されてる感じじゃねえのかな。これは。歓迎してるさ。大歓迎だよ。俺たちは普段勝手に罪人切っちゃいけねえんだよ。
規則違反ってやつだよ。閻魔様に怒られんだよ。どうせ切っても死なねえのにな。だからもうストレスがすごくてすごくて、そこにお前が現れたってわけだ。安心しろ。お前はすでに死んでるからな。俺たちがいくら切ってもお前の命が尽きることはない。儲けた獅子は再生し、消えかけた命は何度も蘇る。よかったな、罪人。お前ら人間が渇望してた不死というやつだよ。不死？ただ痛覚が残る。恐怖もな。お前はこれから終わることのない苦痛を味わい続けることになる。文字通り永遠にだ。狂うことも死ぬこともできないお前が、恐怖と苦痛で泣き叫ぶんだ、永遠に。まだ泣くな。まだ叫ぶな。時間はある。永遠にな。手始めに、貴様の師匠。え？ああ、意外と綺麗な、日本と。おい、起きろ。だこれ。おい、うるせえよ。黙れ。なあ、お前さっきエンマっつったよな。え、エンマだよ、エンマ。この世界のボスなんだろ。どこにいんだよ。いや、それは。あ、悪いな。俺、短気なんだよ。さっさとしてくんね。あ、剥がれました。いいね。じゃあ行こうか。鬼退治。ん？あ、生き返った。あれ？大丈夫。あんた、気絶してたんだよ。気絶？それ。普通1ヶ月の期限切れてる豚肉なんて食べないからね。ああ。明らかに腐ってたし。いや、言えよ。え？え？いや、だって明らかに色変だったよ。わかってて食べてたのかと思ったけど。腹減った。いらっしゃいませー。うん。おお、神代さん。生きてたんですか？うん。心配したんですよ。電話も出ないし。何してたんですか？鬼退治してた。鬼？なんでもね。ほら、今月のやつ。ああ、どうも。どうですか？事故物件の住み心地は。お前。事故物件って言うな。ええ。でも本当ですし。別に普通だよ。幽霊とか出てないですか？出てねえよ。うん。元気そうで何より。まあ、領収書持ってきますね。清掃。2万。お待たせしました。はい。何これ？ああ、市場屋敷ですね。市場屋敷？知りません？市場屋敷。ここら辺じゃ結構有名ですよ。お城ぐらい大きくて。そこの主人とうちのオーナーが知り合いみたいで、なんかずっと置いてあるんでさ。これ、清掃のバイトって何？一日とかでも行けんの？ああ、大丈夫だと思いますよ。でも、僕としてはあまりおすすめしませんで。ん？なんでだよ。いや、実はここだけの話。市場屋敷は出るって有名なんですよ。出る？いや、もちろん。幽霊ですよ。マジででけえな。こんにちは。ああ、君が紹介の。ああ、はい。神代です。うん。わざわざありがとう。まあ、電話でも言ったと思うけど、内容は簡単な清掃だから、そこでは難しくないと思うよ。はい。わかりました。吉野くん。はい。今日一日、清掃のバイトに入ってくれる神代くんだ。ああ。よろしく。ああ。の。じゃあ、後のことは吉野くんに任せるよ。彼、ベテランだから。彼の指示。うっす。じゃあ、神代くん。君の好きにやってもらっていいから。じゃあ、神代くんは、この部屋頼んでもいいかな。わかりました。僕は奥の部屋行くから。なんかあったら聞くように。うっす。ああ、それと、神代くんは怖い話とか平気。いや、まあ、普通ですかね。そう。いや、実はこの屋敷、出るって噂があってね。まあ、僕は見たことないんだけど。ああ。あんま信じてないっす。そう。まあ、それが一番だね。じゃあ、よろしく。うっす。まあ、席から何してんの？お前。ちょこちょこ動きやがって、すげえ気になんだけど。なんか、いけるかもしれない。あ、離れられるかもしれない。あんたと。ああ、何？部屋契約したやつと一定距離離れらんねえってやつ。うん。だけど、今は行けるかもしれない。
なんでだよ。いや、わからないけど。ちょっと試してみてもいい？意外と好奇心すげえな、こいつ。好きにしろよ。やった。ねえ。あ？何？もう帰ってきたの？うん。なんか、吉野って人が変。変って何が？なんか、ずっと壁に向かって喋ってる。じゃあ、上白くんは、この部屋頼んでもいいかな。わかりました。吉野って人が変。変って何が？なんか、ずっと壁に向かって喋ってる。壁。うん。一人でずっと。まあ、いいんじゃん。ほっとけよ。え？別に悪いことしてるわけじゃねえんだろ。いいじゃん、壁に向かって喋るくらい。世の中そういう趣味のやつもいるって。で、んだよ。いいから来て。独占。そっか。わしちゃうたいからね。うん。階段もあるから。あの、大丈夫ですか？ああ、上白くん。いや、ゆうきくんがね、ずっと話しかけてくるんだ。参ったよ。仕事中なのに。ああ、ほら、ゆうきくん、挨拶しなさい。新しいバイトの上白くんだよ。ごめんね、ゆうきはちょっと恥ずかしがり屋でさ。せめて、こっち来て頭撫でてやってくれないか。いやー、無理っすね。無理？どうして？どうして無理なんだよ。見えないんで、ゆうきくんが。はい。なんだそれは、上白くん。ずいぶんな言い草じゃないか。ん？どうしてゆうきが見えない？いや、どうしてっていうか、普通に。上白、貴様、もしかしてゆうきが幽霊だとでも言いたいのかい？ふざけたこと。確かにこの屋敷には出るという噂があるな。だがそれは勇気じゃない。この屋敷に子供の幽霊が出るなんて聞いたことないよ。勇気くんってか、お前だよ、幽霊は。は？もう死んでんだよ、あんた。何が？幽霊？僕？そんなバカな。僕がいい。幽霊？そんなバカな、そんな。お疲れ様、上白くん。やっぱあんた気づいてたんだな。まあね。え、見えてんだよ、この人も。君のこともわかるよ。ずいぶん可愛らしい幽霊だ。あ、ありがとうございます。本当助かったよ、上白くん。あれ、なんか気に触ったかな。別に、ただあんたに誘導されたみたいで腹立つ。いや、そんなつもりはないよ。ただパッと見た時に君が特殊な人間なのは分かったからね。俺は幽霊退治しに来たわけじゃねえんだよ。あんたがやりよかったじゃねえか。僕はちょっと見えるぐらいだから、そんな力もないんだ。それにさっきの私の息子でね、恥ずかしい話、どんな姿になっても息子は息子だから、動くに動けなくて困ってたんだ。あ、そう。息子はもう危なかったかな。まああと数日で悪霊になってたんじゃ。そうか。うん、ありがとう。本当。おお、4万ね。分かってたの最初から。まあ、ただ俺は清掃のバイトに行っただけだから、余計なことに首突っ込みたくなかっただけ。てかお前、全然わかんねえよな、そういうの。霊感ねえ幽霊って初めて見たんだよ。うるさい。借金が150万になってさ、今家賃10万やん。で、今月の給料見たらさ、10万やった。家賃払って終わりねえけど。っていうね。でもなんかこれ、俺の一個の考え方なんやけどさ、まあ、お前らから俺がどう映っとるかは知らんよ。順風満帆に見えるんかもしれん。登録者20万おって、なんか、何をそんな落ち込むことがあるんですかって、どん底やねん。もう生きていけんから。このまんま行くとな、1ヶ月は生きていけるけど。その時に俺が毎回思うのは、1ヶ月生きていけるわけやん。30日。そしたら、とりあえずこの30日はもう全力でやると。で、全力でやって、結果ダメやったら、なんかそれはもうしょうがないやん。
わかる？その結局、中途半端にやって、中途半端にあ、もう無理やっつって諦めてしまうのが一番良くないわけ。だからもう付け入る隙もないぐらい努力をとりあえずしたら、もう後悔なんてあるはずもないわけよ。だからまあ今、どん底で、もうなんか何してもいいかわかりません。やつはもうとにかくやった方がいいと思う。俺と一緒で。バカみたいにやって結果出えへんだら立ち止まった方がいい。立ち止まって、一回思考停止するわけやん。なんでだろうなって。で、一回止まってまた走り出す。どうせ死ぬから。やったら見てみたいやん。どうやって自分が死ぬのか。死ぬ直前まで俺たちは生きとるわけやからさ。なら生きりゃいいや。っていうね。これは今、お前らに言っとる感じ出しながら今自分に言い聞かせとる。金くれマジで。一週間で5キロ痩せてさ、ストレスで。もう、金ねえし、1ヶ月後どうなるか分からないんだよね。ずっと一人でやったからさ。やっぱ、気も狂うわけよ。頭おかしくなってくるわけ。人とも会わへんから。なんか飯も食えへんし、食っても吐くしみたいな感じでさ、こう、最近うつとかさ、よくあるやん。心の病気みたいな。まあ昔からあったと思うよな、別にあんなの。その名前がつくようになったから、患者が増えただけで。昔からおったと思うよ。ただやっぱりその、人との付き合いがさ、今どんどん薄れていく中で、まあこう孤独を感じる人間ってめっちゃ多いと思う。一人なんですよってやつって多いと思う。俺が、そいつらに言いたいのは、人間は、狂ってからがほんまやから。わかる？狂って、あ、もうダメやとか、もう心が完全に折れる。鬱になる。もう、あ、もうダメやみたいな。もう先も何も見え。終わった。状況からが俺は、人生って本番やと思う。やっぱ振り返った時に俺も鬱になる時あるけど、その時のその経験がそのまま経験値になるからさ。だからやっぱその、耐えて頑張ろうぜ。弱気前が一番くらいから。